そうですね、もう2曲しかなくて、まあ、もう親がなくてもう2曲っていう状況で2万点ぐらいのさ、最低2着は欲しいところだと思うんですよね、そうですね、そうなると石橋を詰め、石橋をまくるためにハネマンツも、まあ、だから2曲だから、まあ、最低マンガンぐらいは欲しいなって思ってると思うんですけど、これもしかしたら決まる、決まり手を打てるかもしれないですね。なんかこの問いつあんこが多いなんで、キムはこの曲は譲れないっていうところですね。多分白先するか急切るか悩んでるんじゃないかと思うんですけど、急走の方を選びました、ね、なんか流れるようなツモですね、生き生きしたツモですね、こういう時はやってて気持ちいいでしょう。やっぱり手が進まないと、いいハイパイでも手が進まないとやっぱりね、まあ、落ち着かないですよね、落ち着かないというかイライラしますよ ね、 そうですね、ストレートに言うと、いや先ほどのね西ヨーロッパをうまくさばいたあたりは、まあ、あれもねどっち残してても埋まってますからね、そうですね、乾燥残してても、あの乾燥も残してても埋まってるので、ね、相当いい感じではありますよね、うん、さあこれメンツ完成、シャンテン、うん、でも意外と久里とキムが今この曲だとぶつかるかもしれないですね、すぐテンポ入ればね、ええ、あこれね4ピンですかね、2ピン行こう、難しそうだ、最後カンパーワンの街になったらもう迷わずリーチ打つんですか、ドラグロップマンですけどね、まあリーチ打つんじゃないですかね、止めたいっていうところもあるんじゃないですか、はい、ドラのドラ引きのそのリスクは早いリーチと裏ドラで相手の足を止めることで補うっていう、うん、いいシャンテン、両ピンかな、ウーピンか、一応まあピン風などへの変化、村上も手が安く安く伸びていきますからね、ペンチワンでテンパっても面白くもなんともないですもんね、安くて軽いとあまりいらないんですよね、重くて高いっていう、これ想像の、まあ、伸びてきますね、もうでも伸ばす時間がないというかですね、まあ、カンパーピン引きの、あカンパーマン引きのテンパイとか逃すのがもう致命傷になりそうなので、なるほどね、これまたチーマン切って、こっちは逆にちょっとまた広がって、ね、これでまあ関節引いたらスッとピン風のテンパイが入ると、石橋5ロチ6チッパが、ね、ある感じなんで、石橋もまた逆転トップまで、これうわちょっと頑張ればもしかしたら中連みたいな、想像伸ばしとけばみたいな、ね、なるほどね、じゃあ仮に何切るのって言ったら、まあ、スーピンぐらいしかないですよね、うん、まあ、とあこれですね、どうしますか、ベンチに払うかもしれないですね、1,2,3 の3色があるんで、そうですね、まあ、そこ雀刀にしないと結局あんまり意味がない形で、うん、あでも一応、うん、一番広い形に二刺し、さあ一番引きの二刺し構想、あこちらもいいシャンテンになったんですね、そうですね、マンズが、あこれどうしますか、両冠冠ローマンコテ、冠ローマンコテありそうですね、ドラのローマンの方に冠パワーコテはしにくいですもんね、うん、冠ローマンコテはあると思いますけど、イーペイコーもそれ4万引けば両面に変化するわけですしね、うん、まあ、9万かな、チーソーも見えてないですからね、おーイペイコー、イペイコー、早くここは両関係残した、うん、これ短期、これがうまくいきますかね、
もうピンズの変化するのがもうなくなりましたからね、打つことで。一応スチピの伸べた、まあ多分引いても上がんないぐらいの感じだと思いますけどね。そしてキムにテンパイが入るか、そろそろ怪しい時間帯に入ってまいりましたよ。そうですね、しかももう目の前でパーワンポンポン打たれて、リアン関係持ってても面白くないですよね、キムは。動いた。これで3色のテンパイ完了。そうで、ローソーはおドラ引いてきた。おこれはリーチだ。シーソー1枚生きてるんじゃないですか、足止めになるのか。うん、止まりますよね。まあでも久人は一応その両面両面にいっちゃってるんですけど、キムに直撃は1。あ、これも苦しいですけどね。苦しい、本当に苦しい。安くて苦しくて、うわ寒くて、これはドラのロマン。ヒッサーとこれ泣いてスチーソーテンパ入れた。これもでも結構ね、キムに、まあ村上打つ分にはっていうところありますけど、キムにね、ちょっとここはでも自分で決着をつけに行くという意思表示でしょうか。そして石橋は頑張ります。石橋はまだ安牌があるうちはいいですけどね。チーソー食い下げちゃったりしたらなんて。おすごい、いきます。もう一歩も引かない構えか。二間リーチにこんだけ押せるっていうのはすごいですよね。なんか普通の打ち手だと村上の上がりに期待して引いちゃうっていうことが多そうなんですけど、久人らしさが。おすごい。そして自ら決着をつける。これはすごいな。ここは競り勝ちました。積極策。そうですよね、普通だって任せるじゃないですか、親蹴るの。そうですね、自分が以外に蹴ってくれるっていう人がいるから。まあ2で考えちゃうと二間リーチだと上がる可能性は3分の1単純に、でも補充する可能性は上がってるみたいなところで引いちゃうのが普通の人なんですけどね。やっぱ久人本当に鬱陶しいですね。